K1 クルーザー級アンダー90キロの世界です。放送席解説は平子祐希さん、佐藤義則さん、そして実況は田中大輝でお伝えします。さあお二方よろしくお願いいたします。お願いします。平子さん楽しみな時間がやってきましたね。でもステファン選手のこのゴールデンボーイという異名、まあ、この後出てくる金子選手だったり昔だったらバダハリ選手だったり、そうですね、弱い人にはつかない異名ですからね、はい、プロ13戦11勝というヨーロッパ注目の一人です。まあ、佐藤さんまだ20歳ですからね。そうですね、体がもう出来上がってます。はったりと全く引きを取らないですね、体格が。昨日の計量では89キロちょうどがラテスク、サッタリは 87.1 キロでした。無敗で迎える21戦目、マハムード・サッタリ。さあゴンが鳴り響きました。サッタリかラテスクか、イランかルーマニアか、 K1 ネクスト最右翼はどうなっていくんでしょうか。パワーはラテスク、そしてスピードはサッタリという試合前の評価です。ボディソレと、さあラテスクの実力やいかにという状況ですね。佐藤さん、そうですね、ラテスクは相手の攻撃を潰すのが得意そうなんですよ、でサッタリっていい距離で食らうともう終わりですから、はい、もうラテスクはいかにサッタリの攻撃を潰していくかですよね。東欧を中心にプロのリングでノックアウトを重ねてきたのがラテスクです。そうそう、いい潰し方ですね。ここも潰してますか、はい、サッタリが来た、左ものすごいパンチオンです。いや何か平子さん、肉体と肉体がぶつかる感覚というのが凄まじいですね。会場も静かに重くざわついてますね。一発一発で鉛のような緊張感、ほとばしる情熱、そして圧力を感じるリング上、リング中央、ラテスクが前に出始めました。ラテスク選手の背中はちょっと大きいですね。K1 は歴史上最も素晴らしい格闘技団体、憧れの場所にやってくることができたというステファン・ラテスク。迎えるはマハムード・サッタリ。ラテスク大振りのパンチなんですけど、全体重乗せてパンチ積んでかなり重いんですよね。重さありますか、はい、さあ打ち合った、迫力満点。これぞクルーザー級の世界。サッタリはそこをかわしてインからストレート狙ってますね。今ストレート入れた、左のボディフック、コンパクトなのはサッタリ、左フックはラテスク、ミドハイ避けました。サッタリ左でした。ラテスクの左ストレート、あの左フックも食らったら危ないですよ、ラテスクの左フック。かすっただけでもう倒れるんじゃないかというのは左フックです。ボディストレート、サッタリ3ラウンドの中でベストのパフォーマンスを出したいとサッタリは会見では話していました。ミドロー、無敗神王を続けるボー君か、それともニュージェネレーション20歳のラテスクか。これぞ K1 重量級の緊張感。第1ラウンドもあと40秒切ります。左フック、左ボディ当たったか、今ボディ張りましたよ、ありましたね。ラテスク左得意でしょうか。フックが得意ですね、左右の、左フックも右フックも強いですよ、はい、圧力はサッタリ感じているはずです。21戦目を迎えるマハムード・サッタリ、ここまで屈強な体を持った人間がにじりじり前に出られると、ものすごいプレッシャーだと思いますよ。相当な圧力感じてますか、はい、さあ標識が鳴ってあと10秒切ります。ものすごい緊張感の中で行われているアンダー90キロの世界。バックスピン入れた、ここで第1ラウンド終了のゴングです。いや平子さん、改めて先ほどの3分間の緊張感いかがでした、はい、当たったらもうどちらが倒れても本当におかしくない一発一発ですから、はい、空振りがさっき風がここまで届きましたからね、はい、風吹いてましたか、ね、涼しかったですね、ね、はい、そして佐藤さん、重さもありますね。重さもありますよ、これ途中のラテスクのレバーをクリーンヒットしましたからね、左でしたね、はい、左のフックも一瞬かすめるのが これ、ね、これですね、左のボディフック。まだ20歳です。2001年生まれ、ヨーロッパの次世代を担う新星と呼ばれているステファン・ラテスク。同じルーマニアのモロサムヤ、そしてあの K1 のレジェンドアーツのようにビッグネームになっていきたいとラテスクは豪語します。さあまた緊迫の3分間が始まります。ノックアウト
あるかサッタリ、若手ラテスクを迎えます。31歳マハムード・サッタリ。2ラウンド目はサッタリ少し作戦変えてくると思うんですよね。書きますか。1ラウンド目はね、ラテスクの圧力がどのぐらいなのかって測ってた部分もあると思うんですよ。様子見てましたか、はい、K1 ワールドグランプリ2022無差別級トーナメントチャンピオンです。クラスでもクルーザー級のチャンピオンに輝いているマハムード・サッタリ。ミドルガードを固めて前に来る右のミドル。サッタリは両ミドル狙ってるか。ただ圧力あります。サッタリはこの階級にしては珍しくムエタイのスキルもものすごく高いんですよ、だからもう左右のミドルも綺麗ですよね。そうですよね。そしてスピードがあります。サッタリに対してラテスクはノックアウトする自信は十分にあると語ります。 K1 の歴史、あっと左フック、あ切ったぞ。ちょっと揺れてるか、はい、サッタリダメージあるでしょうか。あのサッタリがややありますね。左フックかすめてダメージを与えられました。いつもと様子は違うかもしれません。マハムード・サッタリ本当重いですよ、あのラテスクのフック、下がります。左いいキック、スピードもありますね。左のリード、おーなんでサッタリが倒れた。ダウンを先にもらったのはマハムード・サッタリでした。左が飛んできました。あのサッタリが倒れた。さあ来るぞ、ルバリーが左が来る。止めたサッタリ、やめて。 K1 ネクストはもしかするとこの男かもしれません。ステファン・ラテスク、鮮烈なデビューを飾りました。サッタリなんと21戦目初黒星を喫しました。ステファン・ラテスク、恐ろしい存在が出てきました。すごいですね、すごいフックですね。この背筋から打つ、かすった感じでも相当ダメージあるようです。こめかみ少しかすった。そして左こう突き上げるようなフックですか。思いっきりがいいんですよね。あのサッタリが倒れました。なんとノックアウト負け、やってのけた20歳ヨーロッパのゴールデンスター、実力は本物でした。勝ちましたラテスク選手には、いや平子さん、スター候補現れましたね。まだいるんですね、世界には。ジョーカープレゼン、もう全く逆の図式しか準備してきませんでしたね。そうですよね、正直あの無敗のサッタリに土をつけました20歳。いやまさに佐藤さん、ゴールデンボーイ現るですね。ゴールデンボーイですね、はい、もうここからなんだ、 K1 のクルーザー級めちゃくちゃ面白くなるんじゃないですかね。いやもう誰が勝ってもおかしくない状態になりましたね。もうみんながサッタリを目指していた中、ここにラテスクが出てきた。カリミアンの心境や怒り、ご信頼サービス株式会社様より KO ボーナスが贈られます。まあ平子さん、20歳ですからね、これからの伸びしろを考えると恐ろしいですね。ここにさらに技術が乗っかってくるわけですから、ただやっぱりこの階級の日本人選手もここに食い込む姿見たいですね。見たいですね。アキラジュニア選手はね、サッタリー選手と戦いたいって言ってたんで、もう今目の前で見てると思いますから、あのサッタリーがこの左フックで敗れることになりました。無敗記録ストップ、まだどよめきがしてますね、会場から。ちょっとまだ信じられないというエディオンアリーナの空気感です。それでは20歳の声を聞きましょう。 Hello. イヘンド戦うしょう、タイヨーありがとう。皆さん、今日は応援ありがとうございました。選手退場。2ラウンド1分38秒、サッタリをノックアウト。20歳のゴールデンボーイ現れ、この K1 界に2023年ラテスという旋風が巻き起こります。スタッフの指示に従っていただいてのご対象となります。